よし、我ながらうまくできたな。やあ、レオニー、何してるの？道具袋に穴が開いちまったから当て布をな。ほら、うまいもんだろ。穴を塞ぐという目的について言えば達成できているように見えなくもないかな。まだ使えるもんを捨てる道理はないだろ。私には無駄遣いする金もないしね。それにしても継ぎはぎだらけだね。汚れてるし匂うし、さすがにどうかと思うよ。匂う？そうかな。耐久性の面から考えても、いやいや。実家からの仕送りはないの？ないよそんなの。それどころかこっちとら村に借金のある身だからね。なんせ村中の金をかき集めなきゃ士官学校には入れなかったからな。同盟寮じゃ学校だけじゃなくて貴族にも金を払わないと推薦してもらえないんだよ。平民に生まれちまえば借金でもしなきゃ自由に学ぶこともできない。馬鹿げた話さ。貴族様がどんだけ偉いんだか知らないが、あ、リンハルトも貴族か。悪い悪い。残念ながら紋章を宿す血筋であれば偉いという扱いなんだよ。文句は紋章を貴族に配った女神様にどうぞ。配ったって、あんたも貴族だろ。散々な物言いだな。あ、ところで生粋の平民である君におすすめの武器があるんだけど。なんだよ急に。高いもんは買わないぞ。商人から買うわけじゃないよ。君が見つければただで君のものになる。ただって金はいらないってことか。よし教えてくれ。うん、セイロス教の死聖人の一人、聖インデッハにまつわる伝承なんだけど。どうした？早く続きを話せよ。急に眠気が。おい、しっかりしろ。気になるだろ。もうちょい情報吐いてから寝ろ。紋章持ちじゃなくても使える聖なる武器がポータデスコに。ああ、もう限界。ポータテスコだな。よし、行くぞ、先生。なんで意外そうな顔をするんだよ。可愛い生徒を助けたくないのか。私とリンハルトだよ。すこぶる可愛いだろうが。え、僕はいいよ。あんたがいなきゃ探しようがないだろ。湖まで私と先生で担いで行ってやる。きついか？じゃあ他にも暇そうなやつを誘って交代で担いでもいいぞ。一緒に来てくれるよな先生。ああ、行くならエーデルガルトとヒューベルトには理由は秘密にして。セイロス教の聖人にまつわる場所だから面倒なことになる予感がね。
仲間に隠し事は好きじゃないけど、まあ事後報告しとけばいいか。よし、じゃあすぐに出発だ。お代不要の聖なる武器が私を待ってる。リンハルト、起きろ。トータテスコに着いたぞ。は？なんだっけ。古城の神殿とは風流じゃないか。それにどうやら番犬がいるようだぞ。番犬とは我のことか。うわ、あの魔獣喋った。創造主、力なき者はこの地より去るがいい。私たち実は探し物が。バンジラの望みは分かっておる。叶えたくば我が試練を乗り越えよ。やっぱりそうなるか。もう帰りたい。さあ進むぞ。霧でよく見えないが、魔獣殿を目指して進軍開始だ。さあ急ぎましょう。引きこもれないよう変えなきゃ。あの敵、多分魔法で生み出された幻影だ。元を絶たないと永遠に出てくるだろうね。掃除に行くぞ。あと何度戦えばいいのかしら。早く指示してくれ。先制奇襲、有利を思います。切り込むぞ。行くぞ、次だ。力は裏切ら、ここまで極め。承知。おっしゃー、行くぜ。死にてえやつからかかってきな。戦場を広く見なくては。よし、勝てたぞ。眠い。眠っちゃダメだ。命はない。愚者どもが、さらなる力。無駄です。
相手でもベルは勝つ。また女っぷりが上がったな。まだまだ強くなってやるさ。掃除に行くぞ。あと何度戦えばいいのかしら。切り込むぞ。よっしゃ行くぜ。さあ急ぎましょう。マリナ眠い。眠っちゃダメだ。引きこもれないよう変えなきゃ。先制奇襲有利思います。警戒いります。早く指示してくれ。いいのかしら。やっ承知。切り込むぞ。戦場を広く見なくては。掃除に行くぞ。眠い。眠っちゃダメだ。支援感謝します。先制奇襲有利思います。こんなところで死ねるかよ。ここまでやられちまうとは。引きこもれないよう変えなきゃ。チッゾウさんだ。皆のため、破れるできません。
穴を開けてやったぞ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。で引いちゃ話にならねえ。おりゃ、誰が相手でも勝たなきゃならねえ。承知。戦場を広く見なくては。これで決める。はあ、彼らの血を無駄にはしない。いいですね。眠い。眠っちゃダメだ。まだ死ねない。あと何度戦えばいいのかしら。ありがとうございます。切り込むぞ。掃除に行くぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。先制奇襲有利思います。使えばいいのかしら。おっしゃ、行くぜ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。俺はまだこの力で切り込むぞ。戦場を広く見なくては。これで戦況が動く。掃除に行くぞ。
上。はっ、これで戦況が動くか。先制奇襲有利思います。ブリギットの誇り見せました。穴を開けてやったぞ。これで指示に応えやすくなる。戦場を広く見なくては。先制奇襲有利思います。引きこもれないよう変えなきゃ。早く指示してくれ。何度戦えばいいのかしら。助かる。掃除に行くぞ。眠い。よっしゃ、行くぜ。さあ、急ぎましょう。感謝します。承知。切り込むぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。早く指示してくれ。師匠、見ててくれたかな。先制奇襲有利思います。皆のため、破れる。無理、いけません。警戒いります。情けをかける余裕なんて。戦場を広く見なくては。彼らの死を無駄にはしない。
先制奇襲有利思います。掃除に行くぞ。やっケア。未来のためも悪くない。あと何度戦えばいいのかしら。悪くない。何時もしやソティスの末か。面白い力を測ってやろう。相手になんですが、姿気配からしてあなたは望みを叶えたくば無心で戦うがよい。
ない方が良さそうね。また強くなる。Thank you.
環境が動く。状況は耐えません。慎重に行け。はい、
油断が命取りになるな。世話をかける。ありがとうございます。早く指示してくれ。援護する。こういう手もある。ここに来ればタダで武器がもらえるって。ちょっと黙ってレオニー。この神殿のどこかに聖インデッハの聖宮、尽きざるものがあるはずです。それをこの人に譲ってもらえませんか。なんじらは我が聖宮にふさわしき力を示した。その望み叶えてやろう。やった、ありがとう魔獣殿。よかったねレオニー、金をかけずにいい武器を手に入れられて。うん、こんなに素晴らしい弓は今まで見たことがないよ。だけど本当に私がこれを使ってもいいのかな。いいんじゃない、苦労して手に入れたんだから。そうなんだけど先生、一旦預かってくれないかな。この弓は半端者が持っちゃいけない弓だ。私はそう思う。私がこれからもっと成長して自分の力に納得できるようになるまではこれを持つ資格がない気がするんだ。だから今は先生に託したい。ありがとう先生、手伝ってくれたみんなにも感謝感謝だ。リンハルト、あんたもありがとな。無理やり連れて行って悪かったけどさ、あんたみたいのも貴族にいるってだけで貴族を嫌いにならずにいられるよ。よく意味はわからないけど褒め言葉だね、きっと。礼を言うよ。さてと、早速訓練でもしに行くかな。半人前は日々これ精進。もう十分あの弓に見合った力は持ってると思うんだけど。せっかく聖人と戦ってまで手に入れたのに、変な人ですねレオニーは。あれ、戦ったのは聖人じゃなくて聖獣か。いや、どっちでもいいですけど。今回の件、エーデルガルトたちには先生から適当に話しといてもらえますか。あ、僕には使わせてくださいね、その弓。英雄の遺産とまではいかなくてもなかなか面白いものでしょ。紋章との関係がどの深度で影響し武器の力を発揮させ、疲れたから後にしようっと。おやすみなさい。